皆さん、セーブザブルーシェアキャンペーンにご参加いただき誠にありがとうございます。最近はいかがお過ごしですか？僕は練習やトレーニング、振り付け、さまざまな制作を頑張っています。今年も皆さんのシェアのおかげで沖縄の海にサンゴの森が広がります。セーブザブルーはなんと今年で16年目を迎えるんですよ。すごいですよね。僕自身、雪肌精とのさまざまな取り組みを通じて環境についてより考えるようになり、日々の生活で恩返ししていきたいという思いが強くなりました。こういった素晴らしい活動を皆さんの大切な方にぜひ伝えてほしいですし、皆さんにも自分には何ができるかなと考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。例えば僕は、物を買う際はなるべく環境に優しい商品を選んで、少しでも自分ができる環境保全活動に取り組んでいます。皆さんがやられている地球に優しい取り組みも教えてください。お待ちしています。羽生結弦は雪肌精セーブザブルーの活動を応援しています。皆さん、暑い日が続きますが、お体には気をつけてください。